早速福渡り県を、はい、ありがとうございます。メールをいただいています。福渡りと言いますとね、伊香賀津山戻ろか岡山、ここが志願の福渡り、まあ、伊香賀岡山戻ろか津山っていうのもあるんですが、ちょうど津山と福渡りの中間ですよという、岡山の、そうなんです、はい、この川柳なんですけどね、これはあのカレンパパさんとケンチャリライダーさんからいただきました。そういったことが書いてあるんですよね。駅に、駅のね、初音なんかにもこの川柳が書いてありまして、ちょうど間ですので、やっぱりこう、ずいぶんかかるんですよね、時間が。ですから、普通は福渡りまで歩いて1日、そこから岡山までまた1日とか、昔は歩いてた。ですから、途中まで行って、行こうか、帰ろうか、ってやってたって。やっぱやめようかな。そうですね。帰るのも1日かかりますけどね。それから、ね、杉本まりやさん、退院して10日経ちました。はい、おめでとうございます。よかったですね。で、たくさん写真を送ってくださいました。福渡り駅の様子とか、横の、旭川橋梁なんですね。これ走ってるのが木派ですね。で、福渡りの、昔の腕木の信号機っていうのが今あの津山の帰還庫の中に展示されてるんですね。でそのお話も書いてくださいまして、で福渡りの南側にあったものを移築していると聞いてますと。で福渡りから少し傾斜を下って旭川橋梁方面に行くから、あの信号は普通より少し背が高いんだよと駅員さんから聞きました。なるほど、そういうお便りをいただきました。よくご存知ですね。そうですね、さすがに詳しいな。ありがとうございました。道路の中に3本の松の木があったというんですね、はい、今はどうなっているでしょうかとあるんですが、ありましたかね、松の木ね。あるのかな。ありましたね。そういえば、いや、もしこの松のことをご存知の方がありましたら、それは両方見えるのかな。53号線からも、そうですね、鉄道からも見えるってことですか。おそらく見えるのかな。松の木、それもあったような気がしますね。3本ちょっと立派な大きな木の木ですね。大きな木でしょうね。うん、ちょっと記憶あやふやなんですが、もし覚えてらっしゃる方は、あのぜひ情報をお寄せください。ではでは、福渡り駅に、先ほど楓さんからいただいた、はい、あの松のお話なんですが、3本松があるっていう、そうなんですよ、はい、あの市内の川田さんからいただきました、はい、国道53号線の福渡りの三本松っていうんですって。で 船つなぎの松と言われて、昔高瀬船のその船着き場ですね、港があったところですっていうことなんですよ。はあ、やっぱりなんか唯一ある松なんですね。今は道路の真ん中になってるってから埋め立てがあったんでしょうね。最大級ありますよね、そういった船をつないで。有名なんだ、その松は。でですね、杉本まりやさんからいただきまして、はい、実は結構ホラーな言われがあるようで、道路を作るのに邪魔だから切ろうとすると、たたりがあったかどうか、そんな話を聞きましたよとかって。本当？あるんですって。ということは今も元気に三本松は、そうですね、入ってるんですね。でね、会員番号19番カオリンのトラッドボーイですと。はなんだそれ。カオリンのトラッドボーイどういうこと。トラッドボーイさんからいただきました。やはりですね、はい、この旭川の町に入る前、鉄橋の手前の下にある松がそうだと。で、福渡り病院の駐車場の中にありますか、どちらかだと思いますっていうんで、やっぱりこの道路にある松なんでしょうね。でね、トラドボーイさんは、はい、福渡り駅のあたりのですね、で、まあ、商店街の趣が好きですと、うん、それから53号線を旭川渡る橋梁が気になりますと、うん、ファジオ丸さんは古戦橋のデザインが変わってますと、うん、で勝美さんもですね、やはりこの旭川橋梁がいいと書いてくださって、しかもこの間走りました木波28号橋の写真も送ってくださったんですが、時間がなくなってしまいまして、私駅は来週への延泊しましょうか。延泊ですね。延泊、はい、ちょうどよかった。あの旅館とかで境町ですからね。そうですね、泊まって美味しい魚でも食べて行こうか、岡山もあります、帰ろうか津山、じゃあ残ろうか、あ残ろうか福渡り、来週も続きます。じゃあその間にもし皆さん行く機会があれば、はい、ちょっと松を見て、そうですね、これかという、はい、また報告もお待ちしております。お待ちしております。はい、もうあの12月になりましたら、またそうですよ、私のリクエストの駅を紹介してもらおうかななんて思ってますから。どこですか。岡山です。岡山駅、じゃあ12月岡山駅やりましょう。やった。とりあえず来週は、はい、もう一回福渡り、はい、お相手は森口香里と小西信彦でした。